皆さんこんにちは、ドリンクスタイストの斉藤久平です。今回はこちらのパッションフルーツのリキュールを使った、夏にぴったりの、簡単おうちカクテルを、ご紹介したいと思います。こちらのパストアですが、南国の果物パッションフルーツを使っていて、非常にパッションピンクのカラーが魅力的な、リキュールとなっております。こちらの日本限定のボトルデザインですごく素敵なんですが、度数が 20% と、非常に飲みやすい度数になっているので、カクテルへのアレンジとか、非常にコストパフォーマンスもいいので、ぜひ一家に1本あるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは、今回作るレシピですが、その名も、パッソアグレープフルーツ。非常に分かりやすいシンプルかつ、作りやすいカクテルとなっております。材料を紹介したいと思います。まずはこちらのパッションフルーツのリキュールパッソアですね。あと、炭酸、炭酸は、特に銘柄の指定はありません。ちょっと強めの炭酸とかだといいかと思います。はい、あとグレープフルーツを半個分ですねご用意ください。こちら絞って、生絞り仕立てに、したいと思います。はい、それでは、こちらまずですね、先にグレープフルーツを絞っておきます。結構ね果肉がしっかり出ますんで。はい、それではですねまずこちらに氷を入れていきます。はい、こちらにパッソアこちらを50ミリ入れていきます。お家だと皆さんこういった計量カップあると思いますので、こちら大さじ15ミリ単位になってますが、今回は50ミリ入れていきますので、約大さじ3杯とちょっと、入れていきます。ここに炭酸を150ミリ入れていきますね。大さじでいうと10杯分になるので目安で大丈夫です。できるだけ氷に当てないように入れてください。そして先ほど絞った、グレープフルーツジュースを注いでいきます。こちらはかき混ぜないで、飲みながら、ストローを刺してぜひお試しいただければと思います。はい、完成しました。こちらがパッソアグレープフルーツです。ぜひ夏気分のおうちカクテルお楽しみください。